再び幕を開けよう。他にもお客さんがいるんだから迷惑に。あれ、全然人がいない。うん、ノワールがそう言うと思って今日は女神デイにしておいたから。女神デイ、ビジネスデイ、晩公開デイ、そして女神デイ、女神のためだけに開かれる特別な一日のことですわ。発売前の新作ゲームを独占できるなんて、ついに夢が叶いましたわ。夢が叶ったって、まさかベールが手伝って女神デーを企画したわけ？どちらかといえば私が提案した方ですわね。女神が二人がかりでお願いしたらあっさり OK してくれたよ。それはお願いじゃなくて圧力っていうの。ちょっとウランからもなんとか言ってよ。そんなに気にすることないわ。女神が来場すればニュースにも取り上げられる。いい宣伝になると思ったから OK したんじゃない？それはそうかもだけど。そうそう、ウランの言う通りだよ。これがいわゆるウィンウィンってやつだね。またそんな今思いついたようなことを。とにかく参りましょう。主催者の方が待っていますわ。なんでも新しい VR システムが出展されていて、ぜひ私たちに体験してほしいそうですわ。それそれ、楽しみすぎて夕べは眠れなくて朝まで漫画読んだりゲームしたりしちゃった。私もクランの仲間とレイドボスに挑んで、気づけば外が明るくなっていましたわ。それただ夜更かししただけじゃない。まあいいわ、私もちょっとだけ、本当にちょっとだけ楽しみだったし。うんうん、よかったね。今日はノワールといっぱい遊んであげるよ。別にネプチューヌと遊ぶのが楽しみだったわけじゃないわよ。とにかく行くわよ、その新しい VR システムのところに。いっぱい遊ぶとか言ってたくせに。ふぴーふぴー、いきなり寝てるじゃないのよ。どうやら徹夜したせいで横になったら眠気が来たようですよね。はあ、ベール、あなたは平気なわけ？ええ、一日くらい寝ていなくても平気ですわ。ランダムで出現するレアモンスターに張り付いて何日も徹夜することだってありましたから。それに私、この VR システムを体験するのをずーっと楽しみにしていましたの。 VR によるライブ型 MMORPG、 ネトゲ好きの夢の装置。寝てしまうなんてもったいなくてできませんわ。ベールまで変なテンションに。ねえブラン、ここは私たちだけでも女神らしく。いや、閉じ込められたプレイヤーたち、 RPG の世界で繰り広げられるデスゲーム、ノベの世界そのままじゃねえか。ブランまでおかしくなってる。どうかどうか私たちをお救いください。救ってほしいのはこっちだよ。平成兵。
大地を生み、感動の涙はその地を潤す。大地に根ざした愛情は目となり花となり、やがて世界を支える繁栄の大樹となる。すごいラブレスってみたい。それより回復アイテム。ネプテューヌ、起きなさい。私のターン。まだ何も始まってないわよ。おかしいな、なんか女の人の歌が聞こえたんだよね。変な夢でも見ただけじゃないの。そんなことよりもうすぐ始まるわよ。あ、そうだった。新しい VR システム楽しみだね。どんな世界が見られるのかな。始まりますわよ。おお、ワクワクするね。ちょっとネプテューヌ、あなたまた寝るつもりって、あれ、私まで頭がクラクラする。これ本当にゲームなのかしら。